あ、こんばんは。連絡遅れました。ですね、篠木くんの立場から山地さんとか上田さんにね、どういうふうに語りかけるかってことがまだ残ってたんですけども、これからお送りします。これはですね、これからも起きる課題だと思うんですよ。篠木くんのところに、いろんな年上の方がこれからコンサルに入ってきます。年上の方ほどコンサルに来ます。なぜなら、30とか40過ぎてもですね、一人で稼ぐことができない人ばっかりなんですよ。だから、若くして稼げる人とか、若くして新しいことを知ってる人、未知の領域のことを分かっている人、まあ今シーンを聞くんだけどね、ところに頼ってくる人が多いんですよ。で、物おじせずにそういう人にね、指導してほしいと。まあ和田直樹もね、彼はちょっと生意気なところがあるけども、年上だろうがなんだろうが指導できる力量があるし、勇気を持ってるんですよね。教えてあげないとこの人が不幸になると思ってる、そこの相手軸なんですよ。だから自分がこんな人になんか指導していいのかなみたいな、自分のことばっかり気にするんじゃなくて、相手のために嫌われてもどん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 突っ込んでいかなければ人を救うことはできないんですよね。っていうところを前提と思っていただいて、ただそうは言っても最初からね、そういう風にガンガンいけないと思うんで、こういう風にしてください。篠木くんは自分自身で、上田さんとかね、山地さんに励ましてほしいんですよ。僕ももうね、以前分かったと思うけども、コミュニティができた時っていうのは、もう横一線で僕もよく分かってなかったし、できてなかったと思う。結果も出てなかったと。で、行動もできてなかった。もうセミナーなんての上田さんのベテランで、僕なんてまだ、その今でも2回しかやったことないんですよ、みたいな話で行くんですよね。で、アフィリエイト報酬の方も、虎とかやった時も、上田さんの方が、すごい大きな売り上げ出して、僕はもう全然追いつかないんで、もう、はっきり言ってやめようかなと思ったぐらいですよ、と。もう逃げ出そうかなと。でも、最後に、逃げるぐらいだったら最後に、全部言われた通りにやろうと思って、もう、すべてを言われた通りにしようと思ったと。それで結果が出なかったら、もう、自分は稼ぐセンスがないっていう風な諦めもつくんで、やろうと思ったんですよっていう風に語りかけてあげればいいと思うんですよ。で、やったことっていうのは、僕がやったことっていうのは、久保さんの動画を見て、その動画そのまんまを自分で動画でできないかなっていうのをやって、毎日これをやったと。そしたら、久保さんが毎日もう10個とか20個とか動画を誰に向けてやってるのか分かんないけど作ってくるんで、久保さんの動画をコピーしようと思ってただけで、僕はもうやることがもういっぱいになったと。で、やることいっぱいになったけども、残るものもいっぱいになって、今では動画が300以上残ってるし、動画の内容っていうのは、もう久保さんが言ったことをそのままやったんで、もう内容が詰まってるものばっかりなんで、見てる人とかもすごく感銘を受けると。で、何よりも、インプットしてアウトプットするってことを繰り返したんで、僕の頭の中に速稼塾の教えが全部入ってると。うん、これがすごいんだよ、と。で、忙しい忙しいって言って、僕がやったことぐらいやらないと本当にね、何にも進まないんですよ。それで自己流の、ブログとか自己流のなんか動画とか自己流のセミナーばっかりで全然前に進まないと。だからやっぱり今誰かに教わらないといけないし、もうなんですか、お金を払ってね、きちんと教わる環境をもらってるんだから十分活用しようよと。僕は活用した結果こうなったと。で、今は自分でいろいろやることが分かるし、全然追いつかないところもあるけどもできるようになったんですっていうふうに伝えてほしいんですね。だから自分の考えでやったんじゃなくて、もうとりあえず言われた通りにやることでどうなるのかっていうふうにしてみたら、もう3年以上言われた通りにしなかったけども、ここ2ヶ月だけ言われた通りにやった。それだけでもうこういうことになりましたと。もう1日の売り上げこんなに出せるようになったりとかですね。それを間近で見て、しかも自分が主催して、自分が運営して、自分が企画して、自分が懇親会まで作って、すごいなぁと思いましたよということをね、伝えてほしいんですよ。で、僕なんて山地さんや上田さんに比べたら人生経験もないし失敗ばっかりだし何の能力もない。でも僕でもできたと。それは真似しただけなんだということをね、伝えてほしいんですよね。そういうふうに動画とかでね、伝えてほしい。で、会う時間があったら僕と一緒に会いましょうと。で、一緒にやってみましょうっていうふうに励ましてほしいんですよ。うん、で、もう、それで、ダメだったらもう仕方がないじゃないですかと。もうその後。でも、やらずに何も結果が出なければ、一生もんの後悔だけ残りますよと。うん、何も何かにこう、一生懸命やったってこともなくって、時間に追われてできません出したっていうことだけが残って、一生の後悔が残るし、で、どっちにしても支払いはもう来るんで、お金を稼いで払うのか、それとも結果が出せずに、どっかからお金を無理やり引っ張ってきてやるのかって、どっちがいいかって言ったら、もう絶対稼いだ方がいいし、稼ぐことは絶対できるんで、僕も実感したと。数ヶ月前まではよく分からなかったけど、今はお金が生まれるってことがはっきり分かったんですよと。この僕でもっていうふうにね、ここはね、熱く伝えてください。僕でも分かったんだと
いうふうにね伝えて、ここは目を三角形にして熱意を込めて、笑顔を消して、ここだけは僕でも分かったんだってことね、熱意込めて伝えてあげてほしいんですよ。だからもう僕もできる限り協力するんでやろうよと、助けてあげてほしいんですよ、ね、よろしくお願いします。今の椎名木君だからできるんですよ。他の二人を追い抜いて今は引っ張ってあげる立場になると。要するに上田さんや山内さんから見たら、自分よりもできないやつができるようになったっていう、ここのロートゥーハイにちょっと俺もやらないとなっていう風な気持ちがいくんですよ。所詮久保哲郎が言ったらね、出会った時から成功者なんで、まあ久保さんだからできるんでしょっていう、どっかでそう思ってね、やらないんですよ。やらない、だから椎名木君が今のこの瞬間の椎名木君じゃなくてダメです。半年後に椎名木君がやったら、お前はできるやつだからできたんでしょっていう風になっちゃうんで、今しかないんですよ。今10月中にどん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 ね、メッセージをね送ってあげてほしいと思うんですよ、本当に。その辺お願いします。俺の弟子なら、後継者なら、踏み出せない人をね助けてあげてください。よろしくお願いします。椎名木君にとってもこの2016年はもう人生のね全然違う1年だったと思います。2015年までの自分と2016年からの自分と比べてみたらいいんですよ。明らかに違う人生、明らかに違う人格って、もう俺が熱くなってるじゃないかって話なんですけどね。よろしくお願いします。